サンシャイン水族館で、ゾウギンザメを見ました。ゾウギンザメは、名前の由来でもある、ゾウのように長い鼻が特徴で、とても面白い姿をしています。ヒレは、金魚のように、ヒラヒラしていて、泳ぎ方も、私たちがイメージするサメとは、かけ離れていました。優雅に泳ぐ姿と、サメのフォルムのギャップが、いいですね。調べたところ、長い鼻は餌を探す時に使うようです。砂の中に鼻を入れる瞬間があるのですが、これはやはり餌を探していたのでしょうね。日本では今、サンシャイン水族館でしか展示がないようです。貴重なサメが見れて、とても良かったです。興味のある方は、ぜひ、サンシャイン水族館へどうぞ。空飛ぶペンギンも、おすすめですよ。